んにちは。白石と申します。今回はこれ。ストームトルーパーを作成していきます。このストームトルーパーは、スターウォーズエピソード7か8に登場するものになります。ぶっちゃけ、映画を見ていてもどこのシーンに出ていたか覚えていないのです。さて、今回は赤丸がついている通常バージョンのストームトルーパーを作成します。それでは、仮組みを始めていきます。今回は、仮組みの作業風景をタイムラプスで撮影してみました。私は今回初めてタイムラプスを使用して撮影をしたのですが、徐々に模型が出来上がっていく様子は見ていてなかなか楽しいですね。タイムラプスにはまってしまいました。仮組みの作業ですが、組み立てている際にグダグダとやっているところもあったのですが、タイムラプスにするとあら不思議。あまりグダグダしているようには見えない。見えないよね。さて、今回のストームトルーパーの作成方針ですが、簡単フィニッシュ。これでいきたいと思います。作業内容としては、表面処理や合わせ目消しなどの時間がかかる作業は行わず、毛がき張りなどでモールドを深くし、墨入れを行い、軽くウェザリングを行い、最後に艶消しスプレーを吹いて完成とします。このストームトルーパーは、最初からツヤツヤの、テカテカで見栄えがいいのですが、ウェザリングをどうしても行いたいので、もったいないですがツヤを消します。ウェザリングですが、今回はスポンジを使ったチッピングと、ウェザリングマスターを使用し、質感を高めていけたらいいなぁと思っております。綺麗な状態もかっこよくていいんですけどね。なんか汚さないと気が済まないというか、適当でも汚した方がそれっぽくなるので、ごまかすというかなんというかですね。まあ、そんな感じでウェザリングを行っていきます。現在動画では足を作成し終わるところですね。さて、ストームトルーパーへ行う作業内容も説明し終えたので、少し黙りますね。こちらが組み立てたストームトルーパーになります。ツヤツヤの状態が、劇中に登場しているトルーパーみたいでかっこいいですね。このプラモデルかなり気に入りました。かっこいいです。大きさはガンプラの HG より少し大きいくらいです。わかりやすく言うと、MG の F91 くらいですかね。このキット台座がついているのが地味にありがたいです。飾りやすいですね。さて、それでは初めにウェザリングを行う準備をします。現在のストームトルーパーはテカテカ、ツヤツヤなので、ウェザリングマスターの、色があまりつかない状態です。なので、ウェザリングマスターを塗る予定の場所をキメの細かいヤスリで、表面を荒らし、色がつきやすい状態にします。今使っているヤスリは1000番の空研ぎヤスリになります。今回ウェザリングを行う場所として、関節部や合わせ目の汚れが、溜まりそうな場所に色をつけていきます。あとは、足元とかは思いっきり汚していきたいです。続いて、墨入れを行います。ウェザリングの前に墨入れはやっておいた方がいいかな?と、私個人は思っています。今回使用する墨入れ塗料は、タミヤの墨入れ塗料グレーに、タミヤエナメル塗料フラットブラックを少量混ぜたものを使用します。墨入れ塗料グレーのままだと、個人的には色が薄いと感じるので、黒を混ぜて使用しております。ガンプラでは、白色の機体であっても、黒の墨入れ塗料ではっきりと、モールドを目立たせるのが個人的には好きなのですが、今回のストームトルーパーには、はっきりとモールドを目立たせるのは、あまり似合わないかという感じがしたので、グレーでの墨入れを行いました。墨入れ作業楽しいですよね。塗料が綺麗に流れていくのが、
作業をしていて気持ちがいいですね。はい、こちらが墨入れ作業を終えたストームトルーパーになります。メリハリが出ていい感じになりました。続けて、ウェザリングの作業を行っていきます。今回は筆で傷や塗装の剥がれを書き込まず、スポンジに塗料をつけてポンポンと押し当てる方法で汚していきます。この方法はお手軽で、完成した時になんとなく良い雰囲気になるのですが、個人的には加減がめっちゃ難しいウェザリングだと思います。こう、やりすぎると不自然で、ただ汚くなるだけになって、やらなさすぎても効果が薄く、やってんだかやってないんだかみたいな感じになってしまいますね、私は。まあ、模型を実際に動かして、パーツ同士が接触する箇所に、ポンポンと汚しを入れた方が自然っぽいかなと思って、私は関節部とかを、重点的に汚しております、はい。今回のチッピングはうまくいった方だと思います。多分。こちらがチッピングを終えたパーツになります。なかなかいい感じではないでしょうか。いいんじゃないかな。多分いいと思う。最後にウェザリングマスターを使用して、ストームトルーパーを完成させたいと思います。今回は筆の方で色をつけるのではなく、スポンジの方を使って、しっかりと色をつけていきます。チッピングだけでもいいかなと思ったのですが、なんとなく、やった方がいい気がしてウェザリングマスターを使用しました。パーツ単体で見ると、作業中はかっこよく見えるんですけど、組み上げて全体を見たらどうなるか。汚しすぎかな？まあ、トルーパーはいろんなところへ行ってるから大丈夫っしょ。多分大丈夫。アーマーの隙間に溜まった泥とか、チリの汚れを再現できたらいいなぁ、と思って汚しております。あ、そうだ。ウェザリングマスターを使用する際にはマスクをつけた方がいいかもしれません。私はこの作業をしている時に一番気分が悪くなります。不思議。はい、こちらがウェザリングマスターを終えたパーツになります。まあ、いいんじゃね？雰囲気あると思うよ。はい、こちらが全ての作業を終えたストームトルーパーになります。なんでしょう。いいんですが、調子に乗って汚しを入れすぎちゃいましたね。このままだとなんか汚い置物ですね。そうだ、ジオラマを作ろう。そうすれば汚れに説得力が多少出るわず。多分。さて、ジオラマの作成を始める前に、どのようなものを作るか軽く絵に起こしておきます。はい、こんな感じの完成イメージです。荒野に一人佇んでいる。そんな感じのジオラマっていうか、台を作成します。それでは、ジオラマの作成を始めていきます。まずはじめに、先ほど用意した完成イメージ図に基づいて、線を引いていきます。設計図というか、完成像はすでにあるため、線を引く際にはきっちり引かなくてもいいかもです。次の作業に入ります。線を引いてあたりをつけたので、石訓練土を持っていきます。ちなみに台には軽くヤスリをかけています。確か旋盤でやりました。イメージ図に近づくようにペタペタと、石訓練土を持っていきます。はい、完成に近づいてきました。本来であれば、縁の部分にマスキングテープを貼って、粘土がつかないようにしたりした方がいいのでしょうが、面倒なので、やらん。はい、こちらが石粉粘土を盛り終えた台になります。ちゃんと足を乗っける小高いところを作成することができました。さて、続いて石粉粘土を盛った台に、プラスターを塗っていきます。プラスターはいわゆる石膏になります。このプラスターを、プラスターに、ボンド水1の割合で混ぜていきます。ボンド水は、ボンドを水で希釈することで作ることができます。この作業を行う際には、使い捨ててもいいような道具を使った方がいいかもしれませんね。私はすべて100均で購入した道具を使用して、ジオラマの作成を行っております。道具がダメになっても100円であれば諦めがつきます。プラスターを混ぜ終えたら、筆でペタペタと塗っていきましょう。石粉粘土でしっかりと地形はできているので、
プラスターをあまり厚く塗らないように心がけながら作業していきます。ちょいカット。はい、プラスターをもう少しで塗り終えます。いい感じで荒野っぽいですね。上出来です。はい、こちらが2日くらい乾燥させたものになります。いいんじゃね？といった感想です。はい。最後に、作成したジオラマに色をつけていきましょう。使用するのはアクリル絵の具です。アクリル絵の具を水で希釈した、色水を使って着色します。使用した色は茶色と、黒色になります。この絵の具は100均で購入しました。何でも売ってますね、100均。色の付け方ですが、茶色が2、黒色が1といった割合で色をつけていってます。あとは雰囲気を見ながら適当に。今回のジオラマ作成の方法ですが、大人のプラモ道、鉄道ジオラマを作ろう、仕上げ総集編、という動画を参考に作成しました。参考動画の URL を説明文に記載しておくので、興味がある方は見てみてください。すごく面白い動画ですよ。さて、ちょっと喋ることがなくなってしまったので、少しの間静かにしていますね。はい、こちらが完成したジオラマになります。上出来ですね、これでウェザリングに説得力が出ると思います。それでは、完成した全体像をご覧ください。どうでしょうか？白飛びしていてわかりづらいですね。でも、なかなかいい感じに仕上がったのではないでしょうか。ウェザリングをしたまま棒立ちさせておくよりも、断然いいと思います。うん、いいじゃないか。それでは、作成した感想ですが、ジオラマ作り楽しかった。これですね。久しぶりに粘土をいじりました。童心に帰るとはこのことですね。ジオラマ作成めちゃ面白いです。そうだ、イメージ図に書いていた草ですが、この荒野みたいな場所には草は生えないだろ、と思ったので、草は生やしませんでした。代わりと言ってはなんですが、今草生やしときますね。わら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 。それでは、ストームトルーパー作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。